イバン・ロイ・デービス・ジュニアは、アメリカ合衆国出身のピアノ奏者、テキサス州エレクトラの出身。12歳でおばに、ピアノの手ほどきを受け、北テキサス大学ミュージックカレッジでシルビオ・ションキィに支持。フルブライト奨学金を得て、サンタ・チェチーリア国立アカデミアでカルロ・ゼッキの訓導を受けた。1956年に、フェルッチョブゾーニ国際ピアノコンクールで第2位を獲得。 1959年にニューヨークでリサイタルを開いてデビューを飾った。1960年にはニューヨークタウンホールで行われたフランツリストピアノコンクールで優勝。コウラディミール・ホロビッツに支持し、同じくホロビッツに支持したマルダール・アルゲリッチとも交流があった。1966年よりフロリダ州のマイアミ大学で教弁を取る。 2018年3月12日、脳卒中の試し去。公式サイト、イヴァン・デイビス、ロンタイム・ウム・ミュージック・プロフェッサー、ワールド、リン・ウンド・ピアニスト、ダイズ・アット86。 マイアミヘラルド、http コロンスラッシュスラッシュ www.miamiagralt.com スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ obituaries スラッシュ ardicle204825919.html2018 年3月17日閲覧ありがとうございます。